竹垣悟です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。9月30日8代目会津小手使いの継承式無事終わったようですけれども、6代目山口組直参の方たちは行かれたんですかね。いや、京都府警からの制限があって会場には今回の継承式の後見人塚田忍組長の名代として本葬人の講道会竹内輝明会長一人だけやったと聞いたよ。あ、そうですか。うん。その後会津小手使い幹部会とかあったんですかね。臨時幹部会があったわな。10月6日日曜日8代目会津小手使いの本部であったらしい。うん。まあそやからこの幹部会でもう大体決まったことの発表だけやろうな。あ、新執行部の方皆さん出席されてたんですかね。新原徹頭、大谷栄進射程頭、上野隆本部長、それと頭補佐3名ほか何人かやな。うん。高山政権総長は出席されなかったんですか。してない。うん。金子俊則総裁も出てなかったと聞いたよ。あ、そうですか。うん。幹部会やから普通親方出てこへんわな。うん。今後の活動についてですかね。そやろな。まずは役職通達があったらしいな。若頭、射程頭、本部長は前に言われた通りですが、若頭補佐5名になってますね。寺村組4代目を継いだ金城隆頭補佐はじめ5名やな。うん。あと当番とかの割り当てとかあったんですかね。そうや、分別に分けてあって毎月14日は高山徳太郎会長の月命日やから琵琶湖霊園での墓掃除の当番も決めてあったそうやな。会費とかも載ってましたよね。会費は頭、射程頭、本部長の三役が毎月10万円、頭補佐以下は毎月5万円って言ったな。うん。それと私びっくりしたのは射程と相談役は免除やいてな。これ今時のヤクザ組織で珍しいわな。そもそも若頭、射程頭、本部長毎月10万ってこんなもんなんですか。いや、これは安いと思うで。うん。でも普通一本どっこの組織はこんなもんかわからへんな。うん。私が安い言うのは6代目山口組に対してやな。うん。3代目田岡和夫組長時代は会費も月10万円ぐらいやったらしいよ。あ、そうですか。うん。定例会や幹部会開催部に関する通達とかはなかったようですね。それについては現代審議中ちゃうんかな。うん。そういえば5代目山県組中田博次組長の裁判いよいよ始まりましたね。10月8日火曜日神戸地裁であったな。第1回目冒頭陳述でしたよね。傍聴に来られてる方もマスコミはじめ非常に少なかったらしいですけど、裁判の内容は次回収録で聞かせていただけるんですよね。そうやな。今月いっぱいで判決ですけど、どのような日程になってるんですか。まあ、日程は前も言うたけど伏せるわ。うん。で、第2、第3公判が連日続いて検察が証人が出廷、まあ警察官やな。うん。それと少し明けて第4回公判、これは論告休刑や。それで月末に第5回目の公判が終わってこれが判決やな。うん。そやからこういう事件としては早いわな。めちゃくちゃ早いですね。うん。公判続けるだけの証拠が揃ったので裁判始まったんでしょう。大丈夫なんですかね。そりゃいろんな面で証拠揃えとうから中田博次組長を逮捕したんやろな。うん。で、公判維持できる思うて起訴した思うで。うん。これ起訴してここまで引っ張って無罪にでもなったら出世が遅れるって言ったな。あ、裁判といえば2代目商友会新井常治会長 ETC カードの不正使用で昨年2月逮捕され、現在保釈中なんですけど、その後どうなってるんですか。先日休刑があって1年6月やったな。で、判決は来年1月と聞いた。あ、そうですか。この ETC 事件にしては休刑が高いな。話変わるんですけど、9月に極竜会の鳥羽嵐で沖縄県警に逮捕されてた大阪在住の3名、その後どうなったか聞かれてますか。
10月1日3人とも処分保留で釈放されたみたいやで。500万ほどの金強奪しとんのは明らかやのにな、うん、そやけどまあ不起訴と違うからな。あ、処分保留言うたらまた新たな証拠が出たら逮捕するいうことやからな、うん、強盗として扱われてなかったということですかね。そうやろな、そやから処分保留になっとんやろ今のところはやで、うん。で、先に逮捕されてた極竜会の7名の方たちも釈放されたんですか？いや、それが7人全員監禁罪で起訴されたわ。え、そうですか。うん。え、でもそれっておかしくないですか？言い方は悪いですけど、片手落ちのようにも見えるんですけれども。そのように見られてもおかしないわな。うん、強奪された約500万円のお金って戻ってきてるんですか？いや、全く戻ってないらしいよ。前に私沖縄に知り合いがおる言うたやろ。あ、はいはい、その人の話では沖縄から数名大阪に入って強奪犯の4人を探しとうような噂あるわな。うん、せめて奪った金ぐらいは犯人も返さなあかんわな。うん、強奪犯若い者たちばかりだし沖縄ヤクザの恐ろしさ分かってないんでしょうかね。この子らに限ったことちゃうけど今の若い子らは皆一緒や思うで。闇バイトなんかしたりな。うん、で警察の締め付けが厳しい分それを逆手に取って今回のような犯行に及んどんやろな。あ、そうでしょうね。うん、でもこの強奪犯らについて以前コメントをいただいてたんですけれども常習犯らしいですね。備えて書いてあったな。このうちの一人大阪南や名古屋の堺なんかで裏カジノを荒らしと言うて有名なやつがおるからな。うん、非合法な店やから負けたら通報すると言うて負けた分催促しよった言うんやから立ちが悪いわな。めちゃくちゃ悪いですね。本名は伏せますが通り名は椎名というらしいです。でも無事で今まで折れたというのが不思議ですよね。まあ、そんなこともなかったみたいやけどひどい目に遭わされたこともあるらしいよ。そらバシバシに行くわな。そうですよね。私らでも三宮でパブテレサイで面倒を見とう時に前言うたけど、うん、中国人の邪道が来てその時はおとなしいに帰ったからバシバシいかなんだけどな。うん、では本日はこれくらいでありがとうございました。ありがとうございました。